北海道アショロ軍の一アショロ軍は、北海道十勝総合振興局の軍。人口8887人、面積2016.94桂平方メートル、人口密度4.41人桂平方メートル。以下の二町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記二町からアショロ町の一部。 陸別町の一部を除いた区域にあたる。江戸時代のアショロ軍域は、正木藩によって開かれた薬場所に含まれた。江戸時代後期、アショロ軍域は、東江戸地に属していた。国防のため、完成11年アショロ軍域は、天領とされた。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、仙台藩が警護を行った。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、アショロ軍が置かれた。開拓史公文録では、アショロに足寄せと訓が付されていたが、後に現在のアショロの読みとなった。その他、古くからメアカン温泉が知られていた。北海道1.29町村政志工事のアショロ軍の町村。ありがとうございます。